怖いけど、でも雪好きだからちょっと楽しいけど鼻先も冷たく、確かに赤くならん、なんか寒すぎて赤鼻のトナカイじゃんね、もうなるくない？マジ寒いよね今も。手ガンガンに冷えてるからちょっと足で温めるわ寒そう、クリスマスコンサート寒そう、みんな気をつけてきて、本当に美味しい食べ物も食べて、食べに来ていただいてね、クリスマス楽しみ、もうあと少しだもんね。今日はもう20日だって、今日20日、あと4日じゃん。じゃあライブまで早っ、ってことはあともう10日で今年が終わる。激ヤバ、激ヤバ、激ヤバじゃん、ヤバくない、ヤバくない、はいや、はいや、はいや、私のこの触覚も伸びましたね、めっちゃ伸びた、やばくない、はいや、かまちょみほメールでしょでも君ぐらいしか心配しなかったもん、だからもう送らんけんねん、それかもう逆になんかマイナスになってきた、もうえメールを送りすぎとんかな、しつこいんかなって思ってきた、私彼女今日メールほとんど送らなかったんですけど、彼女なの私、みんなのみんなからメール返信来ないから私からのメール必要ないのかなと思ってっていう闇、闇を知ってました。でもメールも送らないでいいか今日、せめてお休み送るかと思っておくとまあメールする時間もなくて忙しいもまあちょっとあるけど、ハッシュタグ思が映った、やばい、パセリだ、やばい、思です、思、おもおもよリプよりみぽ、そうだよ、リプもくれるの嬉しいし全部見てるし、だけどなんかツイッターで質問したものにリプは来るけどメールで送っても返事こんけん、じゃあメールいらないのかな、もう行くのいいやってなった、病んだ病みました、田中病んだので最後お休みメールでは葵さんからもらったとあるものの写真で締めました。今日めっちゃ心配したの、好き好き好き、嬉しいよ嬉しいよ、あのツイッターの返信の方がすぐ見れる、ツイッターでハッシュタグでみぽメールで待ってる、かわいいみほキュンキュンだよ、いやもうプンプン丸を超えてなんかもうもうシュンってなってた、もうメールいらないのかなと思ってそうだよ、ハッシュタグつけて心配してたから大好きで決まってんじゃん、一番大好きって今日思ったねあのメール心配になる、嘘、みかんの写真心配になったみかん、愛媛のみかんもらったから最高に幸せ、楽しみ、愛媛のみかんをマジでお母さんと一緒に愛媛行った時に道の駅にわざわざ寄って何十個も買うぐらいみかん、愛媛のみかんは本当に美味しくって、そう好きやからめっちゃ嬉しくて、何個ももらっていいんですかって聞いちゃったもん、葵さんに何個でもいいよって言われたから4個にしといた、ママと私2個ずつという計算でみかんの顔が全部笑顔じゃなくて、私はね悲しい顔から描き始めた、笑顔も1個あったけどね、愛媛のみかん本当に感動するよね、美味しいよね、
めちゃめちゃ、しかもなんか品種によって味が違かったりするんですね。結構道の駅とかだとほんといろんなみかんが売ってるから、そうそう、メール来なくて心配してました。その心配表に出していいよ私ハッシュタグおもだからおも仲間だねってパシェと話したんだよね。みかんはいいけど一文しかなかった。みんなも文章送ってね。じゃあでも直接の返信全然来ないんですよね。なんかもうね1ヶ月に1回とかしか来てないから、ちょっとね本当のやつに返信してくれてる方もいると思うんですけど、あまり見れてないっていうのがちょっと悲しみなんだけど、あこんなにメール取ってくれてる方いるんだね。なんかメール取ってくれてるんだって、なんかお話し会とかで言われて初めて知る方とかいるから、すごいびっくりよ。あなた撮ってるのっていう。そうだから返信してくれてたら撮ってること気づく。ハッシュタグよろしく書いとくわ。ハッシュタグみこメールいいと。トゥトゥルルトゥルルルルルトゥトゥル。今日の服若干それっぽくない？今歌った曲、あのサブタイトルだっけ、あのドラマ、ドラマあれあれあれのあれの女の子の服みたい、水色だからあサイレントです。そうそうそう、サイレント、サイレントの子がなんか水色のニット着てなかったっけ。それでなんか水色のニットがめっちゃ爆売れしたみたいなのをネットで見かけたんだけど、青か。これさでも裏側可愛いんだよね。ちょっとほら裏も裏青。え川口春奈さんのさあのなんかゆるっとしてるんだけど服とか雰囲気とかもなんだけどちゃんと可愛さがあるっていうのがなんか羨ましい。ダボっとしたゆるっとした服着てても可愛くないですか川口さんって。ナチュラルな可愛さがあるというか。これ可愛いよね。これもいただき物なんだけど。青似合う？イエーイ！明日は何のどの服着ようかなと思ってますよ。どうしようかな。うんうん。緑にしようかな。ふふふふ。なんかこのレッスンが多い季節の服は逆に悩むけど悩まん。なんていう。レッスン着の候補の中から選ぶ気言っちゃうけど、なんかレッスン着ばっかり着とったらさ、そのあとまたレッスンじゃもうレッスンなくなった時期に何着ようってなるよね。最近なんか普通の服最近少ないかもしれん。なんかレッスン着系のダボット服が多い私今。レッスン場はいやー暖房とか冷房とかあるけど、なんかねそうレッスン場を使ってもやるし、こういう大きいコンサートの時はちょっといろんな場所で日によって違ったりとかするんですけど、いろんな場所でそうやってるから、しかもなんか大きいライブの時ってなんか この立ち位置の人はこの振りとか、この立ち位置の人はこの振りとかあるから、なんか待ち時間とか結構生まれるのね。なんか待ち時間で寒くなるんだよね踊ってたら暖かくなるんやけど待ち時間で冷えるけんね。そこがねちょっとね服を悩むポイントです服を悩むポイント、そう個別そうなんか別れてとかであるから、そうなんだよね。レッスン着で使うよ。明日着ようかな緑。座ってると下から、そう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 なんだよね。座ってなんか次の曲の立ち位置とかなんかとか見とったりするやん。待ち時間とかちょっとあり育てたりとかもたまにちょっとするけどレッスン着もいいし、なんかねこういうのはいいんやけど、おしゃれなんかザ・レッスン着より最近やっぱそのレッスン着で街歩いても、まあ、大丈夫、普通におしゃれだよぐらいの服がめっちゃ好きになってきた最近それが好きになってきた。
まあ、ほんとサイレントの川口春奈さんとかぐらいの系統だったらいけるよね。なんかズボンだけど緩いけど可愛いみたいな服いいよね。レッスン着で街歩いてたかわいい。本当かな本当かな。明日何着ようかな。ズボンはこれにしようかなってあるけど。にょ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 。でも最近はね、ほんとフリフリの服をまた一旦やめて、こういうレッスン着系、ゆるっと系にハマっております。まあ、骨格的にはそっちの方が自分も合ってるけん、なんかダボってした服をちょっとハマっております。前髪も長めにハマっております。もう目に突き刺さってますね。ストリートとかボイシー、楽しみ楽しみ。好きよ最近。なんか挑戦戦服とか初めてファンの方にもらって着た系統とかもあったりするし、バッグとかもういただいたことあるんですけど、ファンの方にめっちゃ、このバッグかわいいとか、このアウターかわいいとかめっちゃ言われるから嬉しいの。だからファンの方にもらったよってその時自信満々で言う。めっちゃ嬉しい。メンバーにめっちゃ褒められる。なんかみほりんのファンの方の、めちゃめちゃみほりんに合うよねとか、センスいいよねってめっちゃ言われるから、ありがとう。ありがとうございます。皆さんありがたくいただいております。モッツコート、あ、聞いたことあるぞ。なんだそれは。にゃ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 、マイカーの楽屋で自慢するよ。モッツコートって何これ、かわいい。これかな、本当にめっちゃかわいいじゃん。わあ、私あとさ、最近さ、よく若者がめっちゃ着てるさ、なんか白のめっちゃ大きめのダウンみたいな、オーバーダウン的な、オーバーダウン流行ってます最近。あと首元まで締めれるやつとか流行ってません？なんかしかも白系のダウンめっちゃ着てる子いっぱいおる気がするんやけど、白系のオーバーのダウン、私白は持ってないからちょっと悔しいんですけど、めっちゃ買うか迷うけど、いや、どうしよう、アウターあるしなって思って我慢してるんだけど、まああなたも若者、そうだそうだった、若者だった。同世代の若者がすごい着てる。いや白汚して本当よ。この服もね、なんかどっかなんか飛ばした気がするんだよねさっき。怖い、洗濯しよう。うんうん、ドドドドドド。最近入るのダウンベストって肩張ってる。あー、でも肩かくってあるのも好きよ私。でも肩幅広く見るの嫌ね。ここ、こんばんは、こんばんは。プルル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 。スミポメールにちょっと追加しとこう。よし、ハーフジップ、あー、ここにあるね。確かにあれかわいい。ハーフジップの服1着2着ぐらいだけ持ってる。最近着てないけど、うん、いいね。ラグランスリーブスタジャン、もういっぱいメモしとくから。かわいい。スタジャン、緑のスタジャンかわいい、高っ。今私が見つけたスタジャンで18,700いけるけど高っ。めっちゃかわいいのがあるんだけど。めっちゃかわいいのがあるんだけど、待って、これめっちゃかわいいな、迷うな。めっちゃかわいいな、この絶妙に買うか買わんか迷う値段。やめてくれ、やめてくれ。やめてくれって感じ。なんか5万円以下とかだったらなんかちょっと心が動くよって感じじゃない？めっちゃ、そっか、アウターにしたら安いのか、確かに。うわー、めっちゃ可愛いよ、これだけめっちゃ可愛い。1個めっちゃ可愛いの見つけた。迷う。いやでもアウター持ってるしな、来年にしようかな。
アウターしかも今年買ったんだよな1個。なんか薄ピンクのコートは持ってるから黒のコート買ってみようと思って黒のコート今年は買ったんだよね。そう、今日のおはようツイートで着てるかな、もしかして私。いちご飴の写真。福袋は買わんかった、何も買ってない。楽園もう好きなもんだけを買おうっていう感じでやっておる。でもこの前すっごくお高いお買い物をしてしまったので、私はお金を使わないようにしていきたいと思います。ちょっとこの間さすがに人生で自分のお金でこんなに買ったことないよなっていう感じの買ったので、ちょっとやめときます。やめておきたいと思います。値段ちょっと張るけど、バブはちょっと待って、なんか詳しいねみんな。じゃあちょっとメモしときます。あの今は買っちゃダメだけど、しかも私にはお年玉というものはもうないんじゃないか、もしかして。だからやばいんじゃないか、もしかして。私破産する、破産するギリギリ手前ぐらいかな。家買ったのやばいって。いやそうだよね、二十歳だからっていうのと、あとクリスマスプレゼントっていうことでって思って、あのお金使ったもん。しかも一回ママに立て替えてもらってるしね。ちょっと一回ね、絶対に返しますけど。うわ、ここの服めっちゃ可愛い、めっちゃ高っ。え、一十百千。いやパパって言ったら大体買ったけど、本当にそれなんだけど、私パパに買って後から考えたら、うわこれ買ってもらえたやんっていうのがこの前あって、その時物欲なかったけん、うわもうやらかしたと思ったんですけど。この前パパと出かけとった時に、なんかパパがカバン屋さんに一緒行って、パパこのカバン屋さん好きなんよねって言って、それでパパこれ買うみたいなすぐ決まって、で私にも普段美穂どんなバッグ使うとみたいな言われたけん、あこれはファンの人にもらったのとか言って、まあでもあんま買わんかなバッグって言ってしまったよね。やけどさ、それってさ、よく考えたらさ、その時にバッグ屋さん一緒にいたのならば絶対に買ってもらえたのではないかという気持ちに後からなりました。悔しい。そうやな、これとかって言って買ってもらえばよかった。間違えた、返事間違えた。絶対返事間違えたよね。あーそうやなって言って、その中の店でこれとかかなみたいな言えばよかったのに、あーやらかした、悔しいな、悔しいです。私チャンスを逃しました。いやそうだ、パパ多分買いたくて言ってくれてるよね、この言い方は。やらかした、別のでいける、よしだってパパになんか洋服どっちが似合うとか昔聞いた時も、パパ本当にね、あの私ね甘いんですよ、マッチで甘いんですよ本当にね、めっちゃ甘いんだけど、その時なんかワンピースで2着迷った時があって、まだ小学校か中学校ぐらいの時だった、小学校高学年か中学校ぐらいだったんだけど、どっちがいいかなってパパに言ったら、どっちも買えばいいよって言ってくるタイプなんですよパパはマジで本当に親バカってぐらい本当に甘くて、あ、お、やったと言って買ってもらった記憶あるんですけど。マジやばい。めっちゃ優しいんですけど。でもお姉ちゃんはそこに甘いとこに乗っかって、うまく買ってもらえる方の歯の人なんですね。でも私はちょっとなんかちょっとうまく間違えたって感じで後から考えたっていうのはあるんですけど。いいね、同じこと兄貴が言ってくれたこと、最高じゃん、うらやま、兄バカ。いやそうだね、甘えれる時に甘えとか、そうだよ、そうなんだよ、甘えとかないとね。で今は一旦物欲なくなったからいいんだけど、ほんとこの前大きい買い物しすぎていいんだけど。ね、お姉ちゃんそういう生き方よく覚え、本当に長女なのに、逆に次女の方がさ、なんか姉を見て学ぶというかあるのにさ、すごいよね姉。
姉すごいな。うん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 。トゥ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 。ちょっとここ数日はポニーテにハマってるな。クリスマス髪型どうしようかな。まとめる系か、おろす系か、巻くか巻かないか、ずっと迷ってる。まだ多分まだ迷ってきますね。まだ来ないので本番。うんうんうん。トゥ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 。ゆうちゃん星ありがとう。星欲しかった。証券です。どうも、エステフォーテッド2期生みほりんこと田中美穂です。もう11時だよ。やば、びっくりびっくり。早っ。でも明日の予定もそんなに朝早くとかではないからいけそうですね。明日明後日、明日明後日、しあさっての次がもうクリスマス婚か。怖すぎ。超怖じゃん。早っ。明日配信どうしようかな。しておこうかな朝。いや迷うなこの時間。いやハーフツイン、ちょっとカメコあるからハーフツインちょっと怖いな。ちょっと怖い。でもなんか両方から見て可愛く撮ってもらえる髪型にはしたいなと思うから、片耳がけではないかなと思うけど、髪型迷いますね。めっちゃ早すぎ。マイクか知らんけどって、来るよね、もしかして来るよね。来るに決まってるよね。髪型迷うな。でも最近やっぱ前髪長めがやっぱ好き自分だから、前髪はこういう系統でいくけれども、そしたら髪もあんまりもう可愛らしいっていう感じではなくなるような。むず。あ、昨日眉ティントしたから、私これ今日眉マスカラしてないけどめっちゃ眉毛しっかりあるな。髪迷い。そうなんだよね。美穂さんがどこから見ても可愛いのまとめ髪、間違いないんだよ本当に。それは私も思ってる。でもそう、去年と一緒なの。いい、みんな。いやまだ迷っとるけど、そうなんだよ、どっから見ても漏れるんだよまとめ髪って。いや迷うんだよね。でも最近の高めハーフアップも捨てがたい、大好き最近。迷うわ本当に、マジ迷う。髪型参考にするもの、なんか推しメンさんを髪型とかヘアアレンジとかで検索して出てきたのとか、なんか山下美月さんとかもちょっと結構ヘアアレンジするイメージといいますか、そういう感じだからやったりとかですかね。そう、上げた方がシュッと、そうリフトアップと言いますかね、そうあるからね。いや迷うよね本当に。そうだね、衣装が同じではないからまた同じ髪型でも違って見えるかもしれませんが、とてもとても迷います、とてもとても迷います。うんむです。まあお団子ね、漏れるかな。まあいいけど、候補に入れとくか。くー、超迷い、超迷う、超迷う。トゥ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 。ちょっとアリを開きたいと思います。被らない髪型だと遠くからも分かる、確かに。いやもう30何人いたら被るやろうね、誰かは被るやろうけど。アリさんめっちゃプレゼントもらえるじゃん、アリ。トゥ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 ルトゥトゥル。アライアンスに入れる人数もまた増えて嬉しい。ちょっとほんとリンゴパンに抜かされてるから、あのこの点数だけじゃないから分からんのやけど、私は頑張りたい。頑張りたい、これは自分の頑張りでどうにかなるものも頑張りたい。だけれどもめちゃくちゃ点数が開いている。どうして、なぜなの、
私アリめっちゃ孵化させてるのに今。え、抜かされとんよ、アライアンスの力としては。で、わかんないんだけど、他の点数がどうかがわからんけん。勝ちてー。ここで負けず嫌い出していこう。ここで出さずに いつ出すやな。めっちゃ今アリ孵化してる。それで今自分の力を上げている。どうしたらいいんだろう。アライアンスも強くしたいけど、怖っ。どうしたらいいの、どうしたらいい、どこやったら効率的に上がるんだい。うーるるうーむずい。頑張ろうぜ。1位取りたいよな。このやっぱ自分が頑張れば取れるものっていうのは取っていきたいよね、積極的に。やばい、もう1、10、100、1000万、10万、100万、今100万差ぐらいある。なんだって。いや、何したらいい、わかんないね、難しい、わかんないんだよね。そうなの、わかんないの。何したらいいの、本当に難しいの。とりあえずアリを負荷めっちゃさしたら自分の戦闘力上がるっぽいけん、みんなやってみと、あとは何しようなんだろう。これやってみようかな。あ、これ進化できるじゃん。いった、トッカーリを2匹連れていけるようになれるかもしれない、もしかして。12時間もかかるのこの進化。戦闘力より全体の巣のレベルが向こう高い。あ、そうなんだ。巣のレベル、なるほど。アリのえとかってこと。すごいね、よく 見たね。もう私分かってないよ、マジか。さすがやな。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。とりあえずあのアライアンスのとこで上げれるとこはめっちゃ上げてるつもりなんやけど、難しすぎん。悲しいよ、やだよ、勝ちたいよ。あのね、今はねザ・アンツっていうゲームとコラボしてまして、で結構メンバー対抗で5チームあるうちの私が1チーム、ソラハさんと同じチームでやっておりまして、そう、私のねツイッターをね検索していただいて、固定ツイートにある URL からゲームをインストールしていただいて、そっからね私たちのチームに入って一緒に戦ってもらったら、そして私たちが1位になれたら、あの東京とかそういう大きなところに私たちの顔が載った広告が出るというものになっておりまして、1位を取りたいなと思っております。伝わったかな。ちょっとわーん、うおーん。あー、そうなんだ、13になったらバリア外れる。そうなんだ。私さ、なんでずっとバリアしたあんの。私自分でバリアしてる意識ないんだけどなんかずっと勝手にバリアがなってるんだけど、なんで。いいけど、いいけど、なんで。めちゃんなんぞ、かんちゃん雪の結晶ありがとう。とりあえずアリを孵化させていきたいと思う、田中。そして加速アイテムがなくなった、つらい。ラン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 。まだ26万なんだよな、戦闘力。30万は行きたいけど、ソラハさんについていきたい。ソラハさんが29万、すごいすごいすごい。100万差の戦闘力だけなら、65人なら1人当たり 1.5 万上げるような動きができれば計算が数的、素晴らしい。確かに65人いるから、そっか。じゃあ今日みんなで、いやあっちもそうかもしれないけど、みんなで自分の力をあと1万上げれるように頑張ろう。今日という日はあと50分ほどしかないんだけど天才、計算上手、すごい。そうしていこう、そうしましょう。じゃあ私はちょっと2人分ぐらい増やしたいな。
28万になりたいな。今26万だから、ちょっと頑張りたいね。上げていこう、上げていこう。やっぱアリの負荷がいっちゃ早いんかな、どうなんかな。トゥトゥトゥ、あ、そっか、みんなは頑張れ頑張れ、みんな頑張れ。おーおーおお、君もだよ君もだよ。0時以降もみんなはできるもんね。ありがとう、本当に。こんばんは、やっと入れたのでね。よかった、待っててくれて。よかった、よかった。で、また今日も増えたから、多分管理人の方、イベント運営さんが見てくれたら、あと5人また入れる。そしたらちょっと枠広がるから、戦闘力もちょっと上がるんじゃないかな。70人まで入れるようになったら。まだ、他のチームは70人は入れるようになってないから頑張ろうぜ頑張ろうぜ。まだみんな65人までやけん、5人も増えたらめっちゃ良くない？ちょっと運営さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。何時に開いても誰かしらオンライン、すごい、ウケる。ガチメンチでみんな休憩時間とかでやってるもん、リハとかの。よいしょ、加速が足りなくなってくるね。むむむむ、このなんかさ、あとイベントみたいな、なんか右上にある貝殻とかをひっくり返すやつは何なんだろうと思いながら貝殻ひっくり返してんだけど、謎ななんか貝殻ひっくり返すやつがあるんだけど、なんだろうこれは。結構常に動かしてね。私も結構もう朝起きたらこれをやるという習慣ができた。なんかちょっと楽しいもんね、なんか。うんうんうん。アリナのに田中が思ってる、頑張ってる。いや、ソラハさんを巻き込んでるからね。やっぱ。しかもソラハさんと二人でそういうのに乗れるって嬉しくない？頑張りたいよね。こういうゲームのイベントに選んでいただいてるってのもあるのでね。ちょっと頑張っていきたい。もうなんか虫を虫と思わなくなってきている。もう別に、もう。習慣化してきたよね。はい、夜寝る前、この0時前まで私はこれ、みたいな。朝起きて、はい、おはようツイートやって、はい、ありやるよ、みたいな感じやもん。めっちゃ。ふうふうふうふふ。あー、リゲーム機、音楽聴きながらできない。確かに。しかも私、音出してやったことなかったから気づかなかったんだけど、音出してやったらめっちゃクリスマスな音楽なんだね。みんな知ってた？私、音出してやったことなかったんだよ、この前まで。でも他のメンバーが、音出してやってて、え、こんな音楽やったんやって。知らんかったもん。めっちゃ、可愛い音楽が鳴ってる。すごい、クリスマスだよ、めっちゃ。トゥルルトゥルルトゥルルルルトゥトゥ。え、音出したことない。え、出してみ？なんか、おもろいよ。え、中立生物っていうの？それなんだっけ？それさ、それって所持できるの？なんかさ、なんかさ、所持できるよね。でもさ、誰もいないんだよ、私。え、どういうことなの？どこかで拾えるん？わからんのやけど。どこでって思ったんやけど。めちゃ気になるけど。あ、待って、これ、特化率強くしとこ。あ、レベル上がる。やった。素のレベル16でも出る。あ、だから、まだなのね、私。今15だからだ。まだ。まだ、まだだわ。なるほどね。しかも加速アイテムないからまだ全然慣れない。16に悔しい。なるほど。しかもアリを何匹も兵隊として連れていきたいのにまだ連れていけないんだよね。レベルがまだあれやから、それも悔しい。早く連れていきたいんだけど。わかる、砂めっちゃ足りなくなる。でも砂は昨日学んだ、雲を倒しに行くか、砂があるところに取りに行くか
雲の方が効率がいいということを聞きましたが、そう、砂取りに行かないと足りないよね。あのアイテム使っても足りないもん。トゥルルトゥトゥルルトゥトゥ、あ、これも足りなくなった。これ何？湿度。トゥトゥトゥラン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 、あ、これだ。ふんふんふん。チュッチュッ、あ、27日の出演表が来た。なるほどなるほど。うん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 、27日はゲバントホールか。そっかそっかそっか。ふむ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 、うーん、うんうんうん、うーん、うん、寝る前に砂取りに行かせておくと、あ、そうだよね、なんか取りに行くやつはめっちゃ時間かかるから、そうだね。これ私は中級共同作戦ってやつを、これをレベルアップさせたいけど、あと11時間もかかるので永遠に待つやん、寝るやん。めーん、街が多い。これも加速欲しい。ふう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 ふか、あとこれは2分、これは1時間。1時間長ー、長々ちゃんじゃん。本当にこれ長い、1時間、8時間、長いね。うん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 、ラン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 ね、これあげたらアリ2匹目連れていける。そうなの、アリ、アリをもっと連れていかないと、わからんけど連れて行ってなんか得あるんか。加速アイテム序盤に使いすぎて、わかる、私ももうない。もうないよ、ほんと。うんうんうん、ちゃん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 ちゃ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 にゃん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 、まだ266,749だ。なんかで上がらんかな、なんかしたら上がらんかな、何したらいいんだ。今アリ5匹おるうちの5匹働いてしまっとるけん何もできん。しかも加速がないから何もできん。あー悲しい。うーん、終わった。え、わかる、加速アイテムは、うん、全部使っちゃう。体調のアリをレベル上げ、体調のアリレベル上げ、待って待って、見るわ、どこだっけ、これか、体調のアリ、体調、こいつ、あ、これ特化アリのとこからできるよね、私いつも言ってるけど、あ、これもできるじゃん。あ、何これ、式スキル、めっちゃ上げる、あ、上げれんかった、そんなに。ちょっと上げると、あげとこう、めっちゃあげれた。これは、これあと、なんか残骸って何、残骸と交換したらなんかもらえるとかあるけど、ステイン交換とかって、なんかアリの残骸となんか交換したらなんかもらえるんだけど、謎だ謎だ、ムムム、残骸交換するとレベル上げ、え、交換していいかな、なんかしちゃいかんのとかあるんかな、緑品質とか青品質とか分からんけど、うーん、アライアンスポイント溜まってるからまたストアでバリアとか速買っておくといい。なるほどなるほど、アリのレベルの右にプラス、
あ、それやってる、それやってる、雨露みたいなやつで。もうめっちゃリアルだねこの映像、すごく。あり、あ、孵化できるやつしとこう。残骸、残骸は何事、なんかいっぱい生み出してるけど、とわプロロロロワワワ、残骸これちょっと交換してみようかな。どれをしちゃいかんとかわからんのやけど、もう、あ、1日1回とかしかできないのか。上がったかな。おお、めっちゃ上がった、めっちゃ上がった。279,649になった。28万が私の今日の目標だから、もうそろじゃね、もうあと351。めっちゃ上がった、めっちゃ上がった、嬉しい。やっぱトッカーレンとかあげたからか、嬉しい。もう30万目前じゃん、嬉しい。ちょっとなんかすることないか、なんかあげる、配信内で。よっしゃ、今トッカーリ、左下のトッカーリのとこからレベルをめっちゃ上げた。残骸を交換してとかやって、このなんかなんちゃらかんちゃらみたいなやつ欲しいな。変異体胞子欲しいな。ないのか、どっかで買えないのかな、アイテムとかじゃないか、どっかでもらえなかったっけ。うん、ないか。トト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 、なんかもらえるの探し中。チュ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 、むず、ないか。何、黄土色、あれ、え。え、スキル、スキル、あ、この子たちもなんかあげれるのね。中東中のやつもあげとっても意味あるのかな。あ、あげてみとくかな。あげてみとくかね。なんかこいつあげれるからあげとくかね。あげれんかったこの人。こっち？ん？むず。これは？この人あげれるじゃん。おお。あ、200ぐらい上がった。あとどんぐらい？支配力ってスキルを上げると連れていける人数上がる。ちょっと見るよ。どこじゃ？支配力。あ、なるほどね。どこにあんだ？指揮スキル、指揮スキル、噛み砕き。何それ、わからん。支配力むず。なんかいっぱいありおる。いっぱいおる。とりあえず人数はいっぱいおる。人数じゃない、アリス。28番いきました、いきました。28万、ちょっと画面汚いですけど28万いきました、嬉しい。今日の目標達成、明日は30万絶対行こう。昨日30万行きたいとか言ってたけど無理だったから。うんふんふん、嬉しい、頑張ります。みんな、みんなもついてきて、カモン、カモンカモンだよ、カモン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 ベイビー、占ってよ。よし、自分の目標を達成したので一旦今日はこれで終わって、また明日ということにしておきましょう。オーケーオーケーオーケー。で、葵さん本当にすごいよね。
でも葵さん今日会えたから聞いたら、なんかどんどん孵化させよったら上がったって言っとったけん、やっぱ孵化が大事なんだと思って。頑張っていこうみんな、アリをいっぱい孵化させていっぱいレベルを上げて頑張っていきましょう。ということで、明日朝配信しようかな、どうしよう、朝って言っても遅い朝かな迷うな、そんぐらいするかな、それともお仕事が巻きそうちゃ巻きそうだから夜しようかな。超迷う配信時間、迷いながら眠りたいと思います。迷いながら眠ったら朝できんくねって思うけど、どうかな、まあ、平日だから夜の方がみんな見やすいかなと思いますけど、まあ、また明日お会いしましょう。ということでランキングを読んでいきたいと思います。ではいきます。22位のみほりん賞からいきます。22位はあきさん、そして13位はアマビエ太郎さん、12位たかとうしんさん、間違えた、12位たくうしんさん、11位 KT ケンジさん、10位リーツさん、9位かんちゃん、8位あくんあと自称みほぱぱさん、7位リサイズハートさん、6位竹まつるさん、5位カパエルさん、4位レグルスさん、3位イーバイさん、2位ジョーさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございました。ということでまた明日お会いしましょう。ミポメールもぜひ撮っている方、まあまだ撮ってないよって方もぜひやってみてください。返事もお待ちしております、ツイッターなどで。あとアリのゲームザアンツもよろしくお願いします。ということで最後にじゃんけんしております。最初はグーじゃんけんチョキー、ありがとうございました。またねー、バイバーイ、頑張れ頑張れ